前回のカズクラ、カズさん久々の洞窟探検へ。気になるマグマの音をたどっていくと、ただの行き止まり。尺的にこのままではまずいというわけで、伝説の剣を作った。力のポーションを飲めばビッグマンも一撃。ただ案の定最後には追っかけられました。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。さてですね、本日も片っ端からなんかいろいろ片付けていこうかと思うんですけども、何冒頭の前回のカズクラさ、あれどうなんだろう、これは作ったのかな。ちょっとそちらはよくわかりません。ただマイクラで作ったとしたら、お主なかなかやりおるな。いや、いつもですね、前回のカズクラ、そちらの画像ですね、皆さんわざわざありがとうございます。なんかね、最近クオリティ高すぎてやべえなって思ってるよ。ちょっとこのそうなるとさ、このカズクラがさ、まあこれはね、これはよくできた方だけどさ、メインチャンネルね、メインチャンネルの方に、動画貼り付けとくわ。この恐竜の、モチーフね、貼り付けておいたから、皆さん、どうか僕を褒めてください。さて、そんなことはとっておきまして、ちょっと本日はですね、やっぱあれ、なんか、ある意味反響がございましたね。ちょっとこちらの方に行きますとですね、こちらに素晴らしいゴミ箱がある。ほんで右手クリックでポンと開いて、ほんでなんか適当な、サトウキビとかね。こんな感じで、気軽に捨てれるとね。ただですね、ちょっとコメントの方確認してみると、これでいつでもマグマダイブできるね。これでまたカズクラの楽しみが増えた。落ちねえよ、さすがに。ただね、カズクラ、たまにミラクルを起こすことがございますので、ちょっとね、アドバイスにあったんでございますよ。ボタン、あとはトラップドアは、どうすんだ？できた。ほんで、こうすると、もういくらでも手では押せない。こういうことになるのか。いいね。ただ。レバーにしないといけないのか。待て、いくぞ。やりよるな、お主。はっ。よーし、よくなった。あとはここを開いて。完璧。危ない。開けっぱはダメだわ。開けっぱだと言ってしまいます。最近ね、ちょこちょことプレイしてることもございまして、皆さんのご指摘があるように、ダイヤのレギンス、もうちょいでいっちゃうよね。これ修理した方がいいのかな？これゾンビーさんからいただいたものでございます。他にもね、ダイヤのものもちょっとね、いきそうだわ、これ。というわけで、はずめくん探そうかな。っていうかあれだね、鍛冶屋さんというか武器屋さんとして、はずめくんの家作った方がいいよね。そこに、閉じ込めておくとかじゃないけど、店番として置いておくじゃないとね、いつもはずめくん探して大変なんだよ、これ。こっちかな？あなたは？はずめくんだ。ならちょっとこれで交換しておきましょうかね。よし。じゃあ本日はですね、久々にこの村でのんびり過ごしたいと思います。たまにはね、これ外しておきますかね。よーし、いっか。一発で決めれるか。あと本日は草を生えさせない。いくぞ。ててっ。まだなってなかったのかよ。ちょっと木でも崩してるわ。ちょっと待てよ。一個気になる技があるぞ。これを決めたら、かっこいいんじゃないのか？もうみんなわかるよね。ベッドの位置関係とか見るとさ、これで決める。多分、普通なダメージ受けるけど、あれに向かってうまいこと練ることができれば、いけるはずだ。最高。たたったったった。おー、今日も小木龍元気してるなぁ。ですね、小木龍さんに対するですね、コメントがいっぱい相次いでおりますので、まあ、いろいろ片付けることはあるんですけども、本日はですね、ちょっとね、小木龍関係の方を小木龍関係の方を対応していきたいと思います。まずですね、小木龍小屋作ったらどうですか？そう、小木龍さんの小屋がね、ないんだよな、馬小屋とかはあってさ。でもね、今んところね、どうしよう。なんかちゃんとしたところないからね。どうしよう。どっかこの横あたりに作っておきますかね。あれ？司書さんの子供がいる。まず名前つけるチャンスだ。名札とか。ちょっと待って。前痛い目見たからな。1、2、3。多分ね、これ、急ぐからね、あの間に大人になることあるから、もうここでやった方がいい。うん。カチコーンってして、あなた、急げ。名札欲しい。名前何にする？師匠っぽいの誰や？ちょっと頭の良さそうな師匠っぽいの。ちょっと待って。そういえばだよ。あったんじゃないのか。あった。いつも鍛冶屋さんとか言ってたけどさ、今ね、調べたら、そんな YouTuber は僕知らない。やっぱ白服と言ったら、できた。白服と言ったら、はずめくんでしょう。やった、名前つけれた。はぁ。よかった。また村人が一人増えたわね。いやー、よかった。さて、本日はのんびり建築の方行っていきますかね。このね、ちょっと使い道のないダイヤのシャベルで、ちょっと一個ここ掘りましょうか。なんだ、上にも山陽台が落ちてるじゃねえか。よーし、できたぞ。あとこれは何の儀式だよって話になるので、ちょっとね、この床も変えておきましょうかね。よーし、こちらの方に建築の方行ってみましょう。まあ、基本的にはですね、どうだろう。まあ、隣とは1マスは開けておくといたしまして、扉だけオシャンティにして、できたぞ、ギリュウ。こっちはこっち。そう。ここはお前の家だ、おギリュウ。あかん。やっぱこれはひどいよな。やっぱ、真面目にちょっと作っていきたいと思います。分かってますよ。こうすればいいんでしょ？犬っぽくするんでしょ？マイクラ上だったらさ。分かっておりますって。ほんでなんか、鼻つけてさ、目つけてさ。ちょっと耳でもつけとくか。ほんで、ここら辺にこうやって耳立てるか。思ったよりよくできてるじゃねえかよ、なんだかんだで。やっぱ横もね、これ全部白でいった方がいいよね。できた。ちょっとお前の顔どうなってんだ、小木龍。ちょっと見せてみ。あ、ちょっと違う気はするな。もう1マスぐらい上げとくか。さて、ちょっと確認。ええじゃん。はい、とまあこんな感じで本日は素敵な、違う？いや、どうしようかな。もうちょっとやっぱギミック的なもん入れた方がいいのかな、俺。いや、ちょっとだけ頑張ってみようかな。あと10分だけ頑張ってみるわ。どうしよう。とりあえずね、そうだな。もうこれ作ってやったから気づいた人いるかもしんないけどさ、動かしたいよね、これ。動かしたいよね、完全にさ。まあちょっと見えちゃうけどさ、こんな感じだよね。ほんで、ここにこれをつけて、あ、ほんで、一応この後頭部ワッキーね。後頭部ワッキーもちょっと決めておきましょう。あー、この位置にあんのか。ほんで、まあこれもね、ちょっとやってみたかったことだったんだけどさ、赤いの作るでしょう。いけるかなあ。いい、かわいいね、やっぱ。あとはこっからのギミックだよね。まあこれちょっと置いてみて、これどうなるんだろう。あ伸びた伸びた。ふんならちょっとね、安定な感じになっちゃうかもしんないけど、こうすれば間違いないよね。いやいやいや、お前がギミック欲しいって言ったんだからさ、仕方ないだろ。カズクラ、この隠す技術がないんだよ、まだ。いつか隠してあげるから。うん。こうだよ。あとはな、こうやってな、線を引いてだな。行くぞ。せーの。ちょっと夜まで待とう。おう。こんなにすぐできるのね。さて夜がやってまいりましたね。うん、じゃですね、ちょっと定位置の方におにぎりをちょっと持っていきましょうか。ああ、村人さんもこんな場所に。ああ、村人さんが押すんかい。まあいいや、行くよ。ちょっとおにぎり乗っててね、ここに。そう、いい子。みんな見ましょう。せーの、ドン。いいね。ちょっと手前にこれがあるからちょっとは見にくいんだけどさ、一応上からも覗いてみよう。完璧。いや、もう完璧でございますよ。皆様誠にありがとうございます。オフはい、まあ今回はですね、こんな感じで終わりたいと思います。どうでしょう。カズクラの建築技術は、キープでございますね。今回で138かな。うん。138になっても、こんな感じでございます。まあでもね、このマイクラはですね、唯一いいとかいう、まあ、うまい下手なんてどうでもいいんですよ。自分さえ楽しめれば、それでいいかと思います。もしよかったらですね、カズクラのこのギミックもですね、皆さん、真似してみてください。ではまた次皆さんお会いしましょう。バイバイ。